もうすぐブルーインパルスが来ます。ファッションはこのオリンピックシューズにオリンピック T シャツ。リリーサー雰囲気ありますね。竹でできたリリーサーです。いいですか。はい、一つとして同じものはないんですよ。これがメープルでしょ。こちらもメープルだけど模様が違いますでしょ。これは積層した木を積層したものです。でこれも同じように積層してあるんです。これは何の木だかな、分かんないけども、それからこれが多分メープルだと思います。この目がね全部違う、同じように目、あとこれ全部バンブロッドと同じように六角形で作ったの。ああそれもいいですね。で、まあ、大体バーブのついた針が外しにくいけど、バーブレスだったら魚へのダメージが少なくて済む。だ場合によってはもっと長いものも作るし、言われればそれに応じたものも作りますし、こういうスレッドのカラーもオーダーになるんですね。オーダーもできますよ。でこれなんかトリコロールっていうか、これイタリアの人に土産って考えてて、こういう色にしたんですけど。ああそうなんですか。フランス持ってくればこの色の配色が違う、ね、というようなことをつかで、これでこれを大真面目に作ったらとても3000円じゃできない。これ全部手作りのもんだから、それを3300円で売ってるのは。あら3300円なんですか、うん、安いと思います。あ安いですね。1本ずつ違います。1本ずつ手作りですから、これも面白いと思うんです。あこれは木に引っかかった。あそれ初めて見ました。あそう、これ結構すごく便利なんですよ。あもう私ぴょんぴょんって、あらあら、これ初めて、便利グッズですね。便利です。これポケットの中に入るんです。なかなかね、なかなか初めて。これだとこうペンに、うん、まあこうペンのねタブで外れるから、まあ、一応こういうクリップなんかベストの中に入れておいても。フライフィッシングのベストの中に入れる小物の一つにこれも入りそうです。テレピックって言います。テレピック、テレピック、テレスコピックで90センチほど伸びるんです。こうすごいですね。ちょうどねここら辺によく引っかかるんですけどそれをこう取るのにすごく便利です。でポケットにこういうふうに縮まりますからね。テレスコピックとピックアップとかそういうものを造語でテレピックっていう商品で出してます。便利ですよ。初めて見ました。ペンタイプ、はい、ペンタイプ、はい、いいですか。はい、スタッカーです。スタッカー、うん、これ名木っていうかカリンの木で
周りを囲ってありますね。エリクス、エルクヘアカディスとか使うだけで、ポンポンポン、もちろんドライフライの、ね、うん、テールだとかね、長さを合わせたりとか、ね、でこれね、便利なのはね、大きいサイズがこれ使いますでしょ。はい。で小さいサイズのフライにはこっち、あー、あらら、ダブルスタッカーになってだから、これこうやって外す必要ないんでね、大きいだけの、小さいものはこれで使えばいい。で大きいのを使うときには一つ外せば大きいサイズのフライに使えることと、道具として綺麗ですよね。そうですね、うん、そういうこういう道具っていうかツールとしてはね、初めて見ました、あのウッドがね、うん、使われてるダイビングの道具、うん、これあのカリン、カリンの木です。あとね、ビクトリノックスのナイフ、あら、それも綺麗ですね、うん、にあの木を貼り付けたんですね。ビクトリノックスのプラスチックのあのカバーがありますでしょ、はい、それを取ってこの木に変えたんですね。これは杉の一種ですけど、例えばこういうメープル、あー、メープル系ですね、楓の一種の木、はい、うん、それからあと先ほどのカリンだとかね、それとあと片方がこういう白っぽい木で、片方が黒っぽい木だとか、そういう使い方も楽しい。ウッディな感じがフライフィッシングにとても合います。お待ちどうさま。